トーマス・クリーフはフランスのメリベル出身のフリースキーヤー。種目はハーフパイプ。使用しているスキー板のブランドはサロモンの NFX。7歳の時からスキーを始める。2009年1月に地元フランスで開催された FIS 主催ワールドカップで初めてワールドカップに参戦。初戦は17位。2011年3月に地元 フランスで開催されたワールドカップでは4位。2012年3月に地元フランスで開催されたウィンター X ゲームズヨーロッパではアメリカのデイビッド・ワイズを上回りトリーン・イエーター・ウォレスに次ぐに。2012年4月にカナダのウィスラーで開催されたワールドスキーイング・インビテーショナル &AFP ワールドチャンピオンシップスではカナダ出身のマイク・リドルに次ぐに。 2012年8月にニュージーランドで開催されたワールドカップで2位になり、ワールドカップ3戦後初の表彰台に立つ。2013年3月にノルウェーで開催された FIS 主催の世界選手権では、アメリカのデイビッド・ワイズ、トリン・イエーター・ウォレスに次ぐ3位。2015年8月の FIS 主催ワールドカップ、ニュージーランドでは、フランス出身のケビン・ローランドに次ぐ2位。 ありがとうございます。